新政軍より援軍の打診を受けたジュディットは兵員の引き渡しを承諾。援軍と合流すべく新政軍の面々は煉獄の谷と呼ばれるアリルを目指す。しかしそこに待ち受けていたのは、暑い、もうダメだ、帰りたい。帰りたい。アリルは女神の怒りが生み出した土地だとされている。過去に大きな争いがあり、それを鎮めるため女神が谷を焼いたのだというのだ。だが聖典に記されてはいない。他の者の所業を女神に押し付けたのではと。アツさん、私の頭やられます。見えている幻覚でしょうか。あの岩山、影が。影ってなんだよ。人影か。うん、あれは軍勢だ。落ち合う予定の場所とは違うが。何、軍曹は王国軍だと。蹴取られたか。ち、まだ患者がいたな。始末しきれていなかったか。あの旗、帝国に寝返ったローベ家のものだな。わざわざここまで来るとはね。直ちに戦闘を用意。いいか。ああ、まだ戦闘した様子はないが、油断はできない。急ぎ奴らを撃ち、ジュディットの軍を探そう。この煉獄を戦場に選んだ愚か者どもを真の地獄へと送ってくれる。煉獄の谷、騎士としての人生を締めくくるには格好の土地かもしれんの。まあ、あの若造ばかりの小勢にわしを殺せればの話だ。あの獅子の旗、ローベ家の兵を率いているのはやはりゲンダルか。王国内で有名を轟かせていた老将だ。油断しない方がいいだろう。これが煉獄の谷アリル。あちこちから煙と炎が上がっているな。煉獄の炎に触れれば火傷では済まん。みんな注意して動いてくれ。大事をなす、そのための一歩だ。あれは炎の紋章か。生意気な軍旗を掲げおって。やっぱりあれは先生たちの軍だけど、今さら引くわけにはいかない。ロナート様の代わりに僕は僕の責務を果たします。ごめんなさい。だけど僕はロナート様の息子として果たすべき役割を果たすまでです。僕死ぬんだ。死ぬのは嫌だな。Thank you.
戦場を広く見なくては。実戦を重ねれば強くなる。おや、グエンダルのじいさんがいるのかい。どうやら味方ではないようだね。おお、ダフネルの列女が現れよったか。若造どもより期待できそうじゃな。ローベ博が騎士、灰色の獅子グエンダル、参る。くそ、こんなじゃレア様を守ることなんて。いい経験を得られたね。窮地を脱したか。これでようやく本来の目的を果たせそうだ。まさかこんな場所で人暴れすることになるとはね。まあお互い生き残れたことを喜ぶとしよう。気にすることはないよ。このご時世、今まで無傷だったのがおかしいのさ。それよりあんたが噂の先生かい？なるほど、クロードの言う通りだね。あの坊やに頼まれたんだよ。気に入ると思うから力を貸してやれって。同盟の名手クロード、どこから情報を得て。アナドレンナ、卓上の鬼神と称されるだけのことはある。だが今は共に帝国に抗する立場。敵の敵は味方というわけか。ああそうだろうさ。先生宛ての手紙も預かっているよ。それをどう使うかはあんたら次第さ。受け取っておけ。後で内容を教えてくれ。じゃあ兵の引き渡しを済ませよう。あんたらを疑っているわけじゃないが、大事な領民なんだ。使い潰すような真似だけはするんじゃないよ。そういえば大事な情報を伝え忘れるところだったよ。実は5年前のあの戦いの後、帝国軍に連行されるレア様を見た者がいる。それは間違いないのでしょうか。見たってのは私んとこの手の者さ。まず間違いないだろうね。帝国と戦うと決めた我々の選択は間違っていなかった。情報感謝する。必ずや救出してみせよう。さて、兵力を増強できたおかげで我々は帝国へと軍を進められる。といっても敵の本軍と正面からぶつかるほどの戦力は我々にはない。少数精鋭で用地を攻略し、迅速に帝都に攻め入ることになるだろう。あまりに楽観的すぎると足をすくわれるぞ。
知っての通り、ガルグマクから南、帝国の方向にはオグマ山脈が連なっている。故に帝国領に入るには山脈を大きく迂回する必要がある。王国を通る西回りと同盟を通る東回りの2つの進路が考えられるのだが、王国の西半分はすでに帝国の支配下にある。そこを抜けていくのは危険すぎるのでは。それよりは東側の進路を取った方が安全だと私は思うぞ。同盟にも帝国派の諸侯はいるが、未だ完全に支配下にあるとは言い難い。さらにその隙をつける重要な鍵が君の手の中にある。そう、それだ。久しぶりだな先生。まさか生きてるとはね。寝耳に水だよ。あんたなら信用できると思っての交換条件を一つ提案させてもらう。あんたら帝国領に攻め入るつもりだろ。とすると東回りの進軍路しかないはずだ。そのためには同盟と帝国の境界を流れるアミット大河を渡る必要があり、大河に架かる橋の中で最もガルグマクに近いミルディン大橋を抑えなきゃなら。一方で俺の家リーガン家はグロスタール家と対立していてね。殲滅するのは簡単なんだが、俺としては被害を大きくせず収めたい。そこでこっちでグロスタール家の軍を引きつけている間に、あんたらにグロスタール領を通過してミルディン大橋を落としてもらいたいのさ。橋を帝国軍から奪えばグロスタール家は帝国の援護も受けられなくなるからな。あんたらはミルディンまで無傷で行ける。俺は同盟の安定を保てる。悪い条件じゃないだろう。返事は早めに頼むぜ先生。これが鬼神の希望か。こちらの状況をつかみすぎていて恐ろしいが、条件については悪くない。クロードの言う通りだ。ミルディン大橋を落とした結果、グロスタール家がリーガン家に屈すれば、修道院から帝国領への進軍路もかなり安全なものとなるだろうしな。心は決まったか。ならばすぐに返事を出そう。銀節の章、古月の節、バラ色の大河。煉獄の谷アリルにてダフネル家からの援軍提供を受けた新政軍は、いよいよ帝国領への侵攻に向けて動き出す。クロードに送った使いが帰ってきた。すぐにも取り掛かるそうだ。リーガン家の軍勢が動く時期に合わせ、我々も一気に進軍する。最小限の犠牲でミルディン大橋を落とし、帝国との全面戦争に踏み切るのだ。準備を進めてくれ。美しい歌声を響かせれば天井におわす。一人くらい歌ってなくても気づく。
先生もっと声を先生とお料理なんて楽しそうですね。ベルの本領発揮ですよ。ここで隠し味にこれを。あ、ちょっと先生邪魔しないでくださいよ。帝国内にいるという隠し我々彼らの不安、君に頼みがあるのだが。先生、へえ、ダフネ、しかしあれで目ああどうやら。いらっしゃいませ。こちらですね。
こちらですね。ありがとうございます。またのご来店を。ちょっと教えてくれ。おお、わっ。先生、少しいいかな。以前の私は君の才に懐疑的だったが、今は己の見る目のなさを嘆くばかりだ。君が特別な存在であることはもはや疑うべくもないのだからな。この後に及んで君はまだ自分の力を疑うのか。いや、それも無理からぬことかもしれんな。君は君自身について何一つ教えられぬまま生きてきたのだからな。父親であるジェラルトすら君について全てを知っていたわけではないだろう。だが君はそれでいいのか。自分が何者なのか分からぬままでいいのかと聞いている。愚問だったな。己の正体が分からず平気でいられる者などいないだろう。しかし果たして君には本当に覚悟があるのだろうか。真実を知る覚悟だよ。真実を知ることが君の人生にどのような変化をもたらすのか私には分からない。知らなければよかったと後悔することになっても後戻りはできなくなる。それでも君は真実を知る覚悟はあるか。そうか。今日は君にそのことを確かめたかったのだ。大司教が君に期待をかけていた以上私も君を引き続き支えていくつもりだ。いや、私自身が君という存在に何かを期待しているのかもしれないな。いつか君が真実にたどり着けるよう私も力を尽くそう。これも。Thank you.
すごもっとは声を待ちたまえ。何か用か。これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、終わったぞ。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。素晴らしい。ここで隠し味にこれ。あの方を見ていたら顔はもうずい。学ぶ。ねえ。すごく、いや、そうです。かつての欲を私にはそれを主張ありがとう。大雨が降り、その分五年、その子、あの列聞きました。帝国軍は
そうか、このような生き方も。あなたか、ちょうどよかった。ああ、もう夜かね。少し熱中しすぎたようだ。あなたに話したいことがあってな。それでちょうどよかったわけさ。あなたの生き方の話だ。私はあなたはまさに英雄のごとき存在だと感じている。失われた紋章を宿し、天帝の剣を使い、皆の先頭に立って大いなる敵と戦う。だが一方で、あなたは軍師のような地位にもある。皆に指示を出しながら、皆がことをなす手助けをしているようにさえ見える。あなたには何かをなそうという欲がない。だというのに、全てを成し遂げていく。どこが課題なのだ。全て事実ではないか。今私が読んでいたのはファーガス神聖王国の建国史なのだがね。ファーガスを建国した獅子王ルーグには二人の親友がいた。そのうちの片方が無欲の軍師パーンだ。建国史によると、パーンは何も欲さず、その命さえもルーグの手助けに費やした。英雄のごとき力を持ちながら出しゃばらず、決して名を残したがらなかったという。故にパーンが具体的に何を成したのかは記録として残っていないようなのだ。ただ親友のルーグを助けたと伝わるのみ。知らないのも無理はない。私とて名前しか知らなかった。だがあなたの生き方を見て、パーンの知られざる偉業に思い立ったのだ。もちろんこれは想像に過ぎない。だがそうであっても構わない。結果が記録に残らない生き方でも何かがなせるのではないかと。ああ、私はエーデルガルトには勝てない。たとえ戦争で打ち破ることがあろうとも。だがそれでいい。私は私だ。あなたのように、あるいは私の読み解いた無欲の軍師のように、形に残らぬことであっても、私はなすべきをなしたい。なるほど。